KTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はすごいのですよ、ポルシェ911 GT3 RS でございます。もうね、市販して公道を走れるレーシングカーです。わかりやすく言うと、もうめちゃっぱや、めちゃすごでございます。ちょっと見ていきたいと思います。ではまずボディサイズからいきましょう。全長が4572、全幅が1900、全高が1322というサイズ感でございます。まあね、もうサイズとかそういう話じゃないよねっていうこのルックスですけど、あのね、実はね、もういろんなところにエアロパーツついててすごいんですけど、一番はねここなの。今回あの屋根より高いこのリアスポイラー、これは実はね初めてなんですよ、現行の GT3RS が市販車で。すごい高いでしょ、位置が。でこれ可変なんですよ、この固定式の部分と加点の部分があって。で今回ね初めて、あの、なんだろう、ドラッグレースとかってこう加速するときはこうで、止まるときはこうってなったりするじゃない、そういうシステムも入っていますっていうぐらい速い。そしてですね、フロントも、ここのねセンターのところにこのラジエーターを持ってくることによりまして、でこういったいろんなところにねエアロパーツ系くっついてるんですけど、まあ、あの風の抜けももちろんあるんですが、何がすごいってダウンフォースがすごいのよ今回。あの要はこのパワーをですね道路に押し付けるこの力ですね、空飛ばないようにグッと押し付けて、とにかく、まあトルクというかパワーを路面にちゃんと伝えて速く走るぞみたいな、その機能がすごくて、991の後期型の2倍、現行911の GT3 の3倍とか、ものすごい、もう何百キロみたいなね感じの勢いで押さえつけられる、なのでパワフルに走れる、そんな車でございます。まあ脳書きはいいとしてね、ちょっといろいろ見ていきましょうかね。この辺もね、あの軽量化も測られてる感じだよね、カーボンでね。これなんかもう網だからね、雨の日は乗れないのかなみたいな、そんな気持ちになっちゃいますよね。前側もね網ですしね、はい。いやーすごいな。しかしこれはポルシェの LED マトリックスシステムが入ったヘッドライトです。そしてタイヤは275-3520だよ。このホイールもすごいけど、このブレーキもねすごいですし、センターキャップ風のねこんな感じだよね。いやーすごいなー。なんかもう、あとここね見て、これすでに石乗っちゃってから、ちょっとここまで運んでくる間に石が乗っちゃっていますっていうぐらいの、こういうエアロパーって、ここもね、まあとにかくほんと今回空力めちゃめちゃ考えられてんの。で後ろもね335-3021、まあ薄くて大きなタイヤがついてます。そして太い、でここも石が乗っちゃっています。はいね、やっぱここねこう来るんだね。はあ、もうハートしか言いようがないよねこれね。 GT3RS でマフラーはセンター2本出しになっております。本当に高いよね、こうやって私が横に立つとどれぐらい高い位置にあるか分かっていただけるかなと思うんですけど、とても高い位置にあるんですよ。私の肩とほぼ同じぐらいの高さにこのね羽ちゃんがありまして、はあ、もうはあだね。でエンジンはこちらにね911は入っておりますので、これは開かないんじゃないかなと思うんだけど、前側にね一応荷物入れが本来ならあるはずなので、あ、ちょっと待って、後ろもなんか開けるのがあるから開かないか、やっぱねスイッチだけど、フロント開けてみましょうか。本来はね911はここにね荷物入れがあるんです、あるんですけれども、これだ、ございませんの。はい、ございませんのよ。こういうね、あの冷却のためのシステムなんかが入っておったりもしましてですね、あのございませんのよね、もうそういう車じゃないのよ、レーシングカーなのよこれっていうところでございます。では運転席座ってみたいと思います。これ、ね、ドアハンドルは、まあ、非常にオーソドックスにね掴みやすいと言いますかね感じですよね。 GT3RS って入ってますけどね、ね、あの昔はここに彼らって入ってるだけでもワクワクしたもんですけど、おお、サイドシルにカーボンがあしらわれています。
そしてここは紐です。軽量化だねこれね。 T とかはねこういうのついてますけどね、 911T とかね。ではシートをねちょっと調整したいんですけど、今私これ一番下だとですね何も見えません。メーターのみで、これがねちょっと上がるのよ。上がってくれると助かるよねこれね。こういうあの何フルバケットタイプだとさ、もう全然動かないやつもあってさ、前確かあのポルシェでフルバケタイプのやつはしょうがないから下にね私ねダウンジャケット引いて乗ったんですよ、見えなくて。でちょっと前に出して、まあペダルはねオルガンペダルなんで踏めるんだけど、ブレーキも届くし、でこれもよいしょ、あこれねこんな感じで、ここね針がイエロー、ここもイエロー、ここもイエロー、そして私のラッキーカラーもイエロー、ね、私あの好きな色はピンクなんですけど、ラッキーカラーはねイエローなんですよ。だから結局イエローも好きになっちゃってね。はい、こんな感じであれですけど、ちょっと来すぎかな、もうちょっと奥でもいいな、こんぐらいでいいかな。はい、そしてこれは、後ろの席は、はい見えますか、ございませんので勝さんは乗ることはできないんですけど、後ろにはですねカーボンのですね、ロールケージがですね張り巡らされているのがご覧いただけますでしょうかね。なかなかすごいね。運転席周りちょっと見ていきたいんですけど、まずここ見てください、バイザッハ RS と書いてあります。こちらのシートのところにもバイザッハ RS と書いてあります。これねバイザッハパッケージというパッケージオプションがついているんですね。でこのシートはここもカーボン見ていただいて分かるように非常に軽量化された、下等式ではない一体式のバケットシートタイプになっています。でもねおしゃれだよね、なんかこういったところもほらちゃんとさ、あの3点式のシートベルトがちゃんと入るようになんかすごいおしゃれにデザインされていて、そこのここのところもねなんかこうなんていうの当たるところは痛くないみたいな、とてもおしゃれタイプです。でカーボンは他にも使われていて、あのドアハンドルね、下の掴むところドアグリップって言えばいいかのところもカーボンですし、で、まあ、上はさっきも言ったように紐でございます。でこの辺りはですね、レーシーな感じでスエードになってますね。でスエードだとね映り込み光らなくてとてもいいんですけど、ここはスエードじゃないんだけど、ここスエードなのね。で、この黒のがついています、スポーツ黒のね。でここもカーボンでしょ、あこちらはここまあグローブボックスでしょ、これそこ押せる、はいそんな感じで私が届かない、はいカップホルダーが出てまいります。なんかね先端がスエードだから気使っちゃいそうだよね、使うときね。はいありがとうございます。そしてですねこれは PDK だね、はいついておりまして GT3R、 ここもカップホルダーがついていて、ここはこっちか、あこんな感じでですね比較的薄型の物入れがついております。はいでもこの USB のあれもあるのでね、まあ、今時のものはついていると。でですねここよ、この辺はさ分かりやすいのよ、前を上げるサスペンションでハザードイエシオフとかね、この辺はトラクションコントロールとか、まあそういうものたちよ。でここはエアコンでしょ、この辺までは分かりやすい。で992のねあの水平基調の、そういうインテリア、ここまではいい。このメーター見ていただくと真ん中にドーンとハリーのタコメーターがありまして、あとはデジタルスタイルになっております、液晶のね。でここも基本的には液晶でいろいろなねこう走行モードとかこういうのも、あ車両指導してないからね選べたりするやつがあります。はい、ですごいのがねハンドルの周りにこのダイヤル見てください、4つもついてるの。通常ねこのドライブモード切り替えっていうのよくついてるんですけど、これはですね ESC だから横滑り防止装置とトラクションコントロール、これが細かく、制御の度合いを、介入度合いをね調整ができたりモニタリングできたりします。でこれはですね、
ポルシェトルクベクタリングですね、トルクベクタリング、曲がりやすさの調整って言えばいいかな、そういうのもできます。でこれは PSM だから、サスペンションね、サスペンションマネジメント、これの細かい調整ができると、今までだいたいこういうのってオンオフとかが多いじゃないですか、あっても3段階とか、それがすごく細かく調整できる、もうまんまレーシングカーだよね。でレーシングカーでもさ、ドライバーが、まあ、ここまでこんなに全部細かく調整しながら走れんのかなっていうぐらいいろんなものがついているという感じです。だからもう本当に市販されていて公道を走れるレーシングカーなんですよ、ね。でね、これがどんな走りか試してみたいでしょ、なんですけど、こちらをご覧ください。飛び石でガラスが割れてしまったということで、今日はですね、見るだけなんですよ。座るだけなんですよ。走れないのよ。ねえ、せっかく抽選に当たったのに。LED がついてるよ。だけど走れないのよ。というわけで残念なんですが、ちょっと今日はですね、これ走ることができませんので、せめてあのアイドリングの音とか聞いてみる？あのポルシェは相変わらずね、これ鍵回すタイプなの。どう？どう？これちょっとスポーツ排気システム入れてみる？どう？どうかな？もうね、これぐらいしかできないんですよ今日は。というわけで今度ですね、チャンスがあったら、こちらのね 911GT3RSドライブして皆さんにまたレポートをお届けしたいと思います。実はね、抽選で911ダカールも外れちゃったのよ。本当はあれに乗りたかったのよ。というわけで、機会があったらポルシェジャパンさん、ぜひ私に貸してください。はい、というわけで今日のドライブいかがでしたでしょうか。走ってないね。今日の車紹介はいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またね。残念、超残念。